大文字草は、雪の下か雪の下族の多年草。根茎は短く、分子しない。根室用に、長さ5から20センチメートルになる傭兵があり、葉身は、長さ3から15センチメートル、幅4から20センチメートルになる、人円形で、基部はくさび型、または心形で、円は5から17、浅列する。歯には、普通長い毛が生える。花期は7から10月。 高さ5から40センチメートルになる家計を出し、週産カ所に白色稀に泡紅色の花をつけ、時に円錐状になる。学列弁は長さ2から3ミリメートルの卵型から卵状楕円型で社会する。花弁は上側の3弁が長さ3から4ミリメートルの楕円型で、下側の2弁が長さ4から15ミリメートルの線状楕円型になり、大の字になるが、 上向きに咲く花の花びらはほぼ同じ長さになる。雄水は長さ3から4ミリメートルで10個あり、約はダイダイ赤色、または暗光色になる。湿水は2個の心側からなり、下中2本を残し上部までほぼ膠着する。果実は卵形の果てで長さ4から6ミリメートル。種子は楕円型で長さ0.8ミリメートルになる。和名は 花が大の字に似ることからついた。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、垂直的にも海岸から鉱山までの広い範囲に分布し、湿気のある岩丈に生育する。世界では南千島、朝鮮、中国、ウスリー、カラフトに分布する。また変異の幅が広く、特に葉の大きさ、形状、切れ込みの度合いなどから、 宮山大門寺相、赤花大門寺相、浜大門寺相などの方が区分された。ありがとうございます。